春風亭久し氏は、東京都秋川市出身の落語家。落語芸術協会新打ち。東京都立国立高等学校卒業。本名、山田正夫。出林は、帰戦。日本テレビ、商店司会の立川男子によって、商店大喜利メンバーに抜擢された。軽い芸風で、根強いファンがいた。人生の半分以上を、パーキンソン病との闘病に費やしたことで知られる。 発病時期は定かでなく、当初は酒の飲みすぎによるアルコール中毒であろうと鷹をくくっていた。病院で精密検査を何回か行ったが、すぐには病名はわからなかった。また28歳の時に酒のトラブルで酔っ払いと喧嘩になり、左目を殴られ、痛みがあったが放置したために、網膜剥離で失明している。その後病名がわかり、恩人の男子に相談したところ、 芸人なら自分のすべてをさらけ出せ。と命じられ、1980年1月10日、テレビの生放送に、男子、男子の名優のドクマムシサンダユー、そして栄橋が出演し、パーキンソン病であることを公表した。その後、栄橋は普通の講座に上がって、私はパーキンソン病なんです。と、冒頭で告白し、客をアゼントさせた。見かねた。 山本正宏から、そういうことは、ワンクッション何か入れなさいと注意されたことがある。坂江橋の病気であるパーキンソン病を、戸塚ヨットスクールの戸塚博氏が、ヨットスクールで鍛えれば治ると申し出たため、男子は彼を同スクールに入学させている。男子の弟子の立川段春、心楽、関西、段を付き添い役とし、彼らも入学した。病気は、もちろん治らなかったが、 それからはたまに講座に復帰するようになっていたという。1988年4月15日、立川男子らが温度を取り、栄橋を経済的にも、精神的にも応援するため明治座で、春風亭久し橋の会を開催。多数の芸人が応援出演、杉良太郎ら明治座出演中の俳優も客席から見守った。 25年間の長期療養の末、2010年1月12日、死去。70歳没。1992年に、妻の山田光恵が、もう一度、聞きたい寄せ林を、リオン社から出版。難病を抱えた夫との生活を振り返りながら、文を綴った。ありがとうございます。